病気の療養をしていた中村勘三郎は2011年7月舞台に復帰。しかしがんの発症がきっかけとなり2012年12月に旅立ちました。今回は最晩年の出演舞台とそのエピソードをご覧いただきます。復帰の舞台は長野県松本。2日間の公演です。楽屋前の壁はファンからのメッセージであふれていました。体調は万全ではありません。ご無沙汰しております。ようこそ。ありがとうございます。8ヶ月ぶりの舞台です。
1ヶ月後、大阪。9月から始まる舞台の稽古が始まっていました。巾着ぐるみ、意見をもらった姉さんにせめて意見をもらった姉さんにせめて見てもらう駒形のしがねえ姿の横綱の土俵入りでござんす。危ないやーっやっともう一回。10年前に櫛かんざし、巾着ぐるみ、意見をもらった姉さんにせめて見てもらう駒形のしがねえ姿の横綱の土俵入りでござんす。まあ80点75点ぐらい、そういうだからちょっと考えてやってください。勘三郎がこの公演で務めるのは舞踊劇お祭り。父十七代目も病気休演明けに選んだという踊りです。普通の格好でこんなに来た俺だったら怒られまくってたのに本当にとんでもないガキだぜ。よくやってたね、去年も。くそ。よろしくでございます。親も兄弟もいないでございます。
この公演の後にはさらなる大舞台が控えていました。鹿児島からフェリーで4時間、硫黄島。周囲 14.5 キロ、人口はわずかに121人。この島の海岸で歌舞伎の公演をやるのです。硫黄島の海岸でなくてはならない理由がありました。演目は春館、平安時代の実在の僧侶の人生を描いた作品です。実はこの硫黄島こそ物語の舞台となった場所だったと言われているのです。実は硫黄島での瞬間は2度目、15年前も同じ海岸で披露しました。瞬間だ、これにしろ。海岸だからこその演出を用意していました。島に瞬間を置き去りにして去っていく船、それが実際に海から登場。この公演のためだけに特注しました。瞬間だ。よみがえる800年前の光景。15年前にこの地でさせていただいて、あと15年経って私は71になりますけど、その時に孫の直哉が15でございますんで連れてこれたらなと思っておりました。まあこの自然と調和するような役者になれたらなと思っておりますけれど、まだまだ未熟でございますから、これからどうかまだご支援を賜りますように。本当にありがとうございました。年が変わり2012年5月、勘三郎にとって最後となる平成中村座公演が幕を開けようとしていました。演目は恵みの喧嘩。コロコロ転がりおるのでは。勘三郎は主人公トビの棟梁恵みの辰五郎を演じます。義理人情に厚く威勢のいい江戸っ子の役です。この下宿帳は取らねえはならねえ、しかもこの悪しわざりで。
はい、行きます。あ、ちょっとすいません、ちょっとごめんなさい、ね、はい、おー、あ、もうちょっと、うまい。あ、やばいやばい。おお。やろうかな、俺も。そう。あ、俺の怖いね。勘三郎が何かを見せて回っています。はい、すみません。ごめんなさい。ご無沙汰ばっかり。どうも。いかがで。なんで。なおや、なおや、なおやだ、間違いないでしょ、間違いない。手にしていたのは自分の幼い頃のアルバム。びっくりした。なおやだよ、本当だ。笑う、血筋濃い。孫のなおやとうり二つ。めぐみの喧嘩、物語は力士と飛びたちの小競り合いから始まります。いい顔してんじゃい。いや、当てたのだ、てめえたちが障子を当てはったって。それを仲裁したのが飛びの頭領めぐみの辰五郎。下に来い、兄貴の下こっちゃねえ。行っちゃっておきねえ、行っちゃっておきねえ。遊びの場所でみっともねえ。待てと言ったら待たせよ。しかし、トビは力士より格下だと侮辱されてしまいます。ちょめ、さらに両者の揉め事は続き、辰五郎は力士との喧嘩を決意、女房子供に別れを告げ家を飛び出します。大乱闘が始まるのです。公演中、浅草恒例の三社祭りが行われました。この神輿がなんと千秋楽の舞台に登場。
たいと思います。よろしくどうぞお願いいたします。この直後、勘三郎にがんが見つかります。そして再び療養に入るのです。